はっはっはっは。私は今日からマグマ団員になるのだ。急にどうしたんですか？いやね、数多くのグラードン討伐実績を評価されて、マグマ団の上の方からスカウトがあったのさ。それで私も今日からマグマ団一員だー。メガエルレイドと対戦しましょう。マグマ団ごっこは終わったんですね。しばらくマグマ団装備は身につけておこうと思ってるよ。複セルモンで追加された鉱石で防具を作れるので、皆さんもぜひ作ってきてみてはいかがでしょうか。あら、意外とあっさり倒せちゃったね。ゴツゴツネットはすでに持ってるのでスルーで。今回で、ポケモンリーグの外装を完成させちゃいたいと思います。ついに外装完成のところまで来ましたか。ポケモンリーグを建てると言って2ヶ月ぐらい経ったのかな。長い時間をかけましたが、完成させることができそうです。背面をネザー水晶の壁で埋めていきましょう。このポケモンリーグは、ほとんどがネザー水晶でできてるから、本当にネザー水晶集めが大変だったよ。建築よりも、素材集めに時間を要したのではないでしょうか。ポケモンリーグプロジェクトのほとんどが素材集めだった気がするよ。まあ、エンチャントやら何やらでこっちの作業がうまく進んでなかったってのもあるけど。それだけ素材集めをしたかは、主さんの現在の経験値レベルを見ればわかるでしょうね。ポケモンリーグ建築を始めてからは、さほどバトルをしてないから、この経験値のほとんどがネザー水晶によって溜まったものだと思っていいね。ちなみにネザー水晶集め中に1回マグマダイブしたので、本当はもっとレベルが高かったんですよ。幸運エンチャントをつけてからは結構早いペースで素材が集まってましたね。今回のプロジェクトで、いかに幸運が必要かがわかったよ。これから他の建築もすると思いますけど、ネザー水晶集めがまた悩みの種になってくるのではないでしょうかね。確かにそれはある。もうネザーゲート周りの水晶はほぼ取り終わったからな。ゲートの場所を結構遠くに変えないといけないかもね。そのぐらいネザー水晶を取りまくったんですよ。あ、そういえば、次回建てるものはすでに決まってます。え？そうなんですか？てっきりまた募集をかけるのかと思ってました。ただ、次回作る建物は、おそらくネザー水晶は必要ないから、素材集め地獄に見舞われることはしばらくないんじゃないかな。倉庫用として作られる建物のようですが、果たしてどんな建物を作るのでしょうか。なんかパイプオルガンみたいな感じになっちゃった。違う違う、均等な高さにしたいんだ。まあそれは、3ページぐらい先になればわかる話さ。そしてテラコッタが足りない。この柱を建てれば、大方の外装は完成。あとはグロウストーンで明かりを灯し、屋根をネザー水晶ブロックで塞げばオッケー。後ろから見るとこんな感じ。ポケモンリーグって、基本緑が多いところに立っているので、メサにドカンと立つと、なんか違和感がありますね。まあ、本家との差別化ってことで、それも味があっていいんじゃないかな。さ、最後の仕上げだ。屋根を塞ぎ終えました。これでネザー水晶部分の建築は終了。お疲れ様でした。正面は前回とほぼ変わってないけどこんな感じ。つぼつぼさんも気に入ってくれたようです。柱の上にポツンと佇んでいましたね。村に暴君、メガララドスが出現。暴れ回って村が壊滅したらひとたまりもないですね。排除しましょう。だがこことばかりに海流が電磁波を外してしまう。意外と海流、やらかす時が多いですね。それもご愛嬌と。ギリギリ耐えてくれたのはいいけど、相手の特防の高さも相まって、全く効かないな。耐久力の高さもメガララの強さですよね。さあ見せてやろうぜチルタリス、フェアリータイプの力。ムーンフォースの恐ろしさを見せてやろう。ね？ラティアスの竜の波動と大して変わらないですね。いやこれ海流の電磁波外れたの痛いな。炎タイプの爆風がどう太刀打ちすればいいんだ。頼みの綱は電流。危ねえ。電流の静電気でメガララが麻痺に。これで海流の外しはなしだ。ってこれ討伐できるぞ。見たかメガララドス、これが電流の力。電流最強説立証ですね。グロウストーンも置き終え、ついに外装完成です。あとは内装工事をするだけ。中はまだもぬけの殻ですね。ここをどう飾っていくかが私のセンスを問うね。普通にエンチャント部屋としても使っていいけど、本家の内部を再現するのもありかな。その辺は検討しておきます。早く床変えないとダグトリオの住処になっちゃいますよ。穴だらけになったら大変だ。
私がポケモンリーグを立てている間にも、メタモンは交尾を続けていました。そんな虫のことを言うような言葉で、最近見始めた方々に説明すると、この世界ではメタモン同士で卵を産ませることができるんですよ。そこから生まれるポケモンは本当にランダム。進化後のポケモンも生まれます。ただし、伝説、幻のポケモンは生まれません。あ、設定をいじっちゃえばそんな問題すぐ解決しちゃうけどね。そんなことを言ってる間にほら、進化後のドクロックが生まれてきたよ。もう一匹は何でしょうね。ドクロックよりも歩数が多いから、もしかしたらダンバルとかレアポケモンか。筆法でした。乗れるんかい。そして速い。高音階もこのコーナーがやってきました。スペシャルフォルム紹介コーナー。早速見ていきましょう。キャロップはどんな感じになってるのかな。よ、今まででトップクラスの変わりよう。なんと、炎が虹色になってるでは、ありませんか。メリーゴーランドにいてもおかしくない容姿だぞこれ。今までのスペシャルな路線とは少しかけ離れた感じのラロップ。確かに、シャドウ系が多かったので、こういう奇抜なデザインは久しぶりですね。ホーエンゴサンケホラー演出以来の衝撃だったね。生きるメリーゴーランドですねこれ。早い。シャワーズにもスペシャルフォルムが追加されました。こちらはスペシャルによくあるフォルム。そう、シャドウシャワーズ。魔界の池からやってきたのでしょうか。いや、かっこいいですねこのシャワーズ。ポケモンは色次第でかっこよくも可愛くもなれるんだな。そう思うと、色要素って本当に大事。あ、でもこのシャワーズの動き、可愛いな。かっこいいと可愛いを合わせ持つ向かうところ的なしの最強生物。それが、シャドウシャワーズ。バンギラスはどうかな。おろ、どうやら紫ベースの色になってるね。ついさっき紹介したシャワーズの色違いの色が映ったみたいだ。あ、シャワーズの色違いの紫じゃなかった。独特しい方の紫ですね。あれだな、この色で浮かぶのは、ケヨスだな。モンハンですね。この色でも毒タイプじゃないのが不思議だっていうぐらい毒々しい色だ。うわ、バンギラスなのにめっちゃ速い。ベルトコンベアーのごとく動くじゃないですか。ビリジオンもびっくりの素早さである。ポケモンバトルでもこのぐらいの速さで動いてほしいところ。メガライボルトにいい？メガスピアー。その右でずっと目を合わせてるクマさん。あのマスコットみたいなのは、ポケモンなのか。でしょうね。お次はエルレイド。エルレイドは元からかっこいいから、よりかっこよくなるのではないかと期待。おお、色合いはバッチリ。電気タイプみたいな色してるね。この目が進化形態が見れないのが非常に残念。動画外で試したんですけど、スペシャルフォルムのポケモンが目が進化すると、普通の色に戻っちゃうんですよ。ぜひともスペシャルなメガエルレイドが見たかった。最後はムクホーク。鳥を飾るムクホーク、果たしてどのようなフォルムで登場するのか。登場。わ、私にはいつものムクホークに見えるんだ。あー、わかった。トサカだ。ムクホークのトサカの色が違うんだ。確かにそうですね。これは少しわかりづらい。ムクホークと日頃から過ごしている方なら一目瞭然だったでしょうね。通常個体と比べてみましょう。ご覧の通り、全然トサカの色が違うね。左がスペシャルフォルム、右が通常色ですね。それぞれの個体でトサカの色が変わってるっていうのも面白そうですね。確かに、青とか緑の個体も出てきてくれると嬉しいな。今までの動画で紹介しきれていない、スペシャルフォルムのポケモンはまだまだたくさんいます。皆さんもぜひその目で、他のスペシャルなポケモンを拝んでみてはいかがでしょうか。本家にはない色のポケモンがわんさかいるのも、ピクセルモンの面白さですね。ピクセルモン導入方法は、他のモッドと何ら変わらず、簡単に導入できるので、皆さんもぜひ遊んでみてください。というわけで今回はここまでにしておきましょう。次回もゆっくり、見ていってくださいませ。ご視聴ありがとうございました。